こんにちは。今回はですね、超抜群エンジンキットをつけてからのレポ動画となります。あと油温計とですね、ドリンクホルダーつけましたんで、この辺もレポしていきたいと思います。だいたいですね、2、30分かな、走ってきてだいたい油温83度になりました。油温センサーがついている場所がですね、クランクケースの下のドレンボルトになります。ドレンボルトなので、オイルが溜まっている状態の部分の本当のオイルの温度になります。82度と83度の間、今行ったり来たりしますね。やっぱりちょっと下りとかになると下がりやすいですね。モンキーの場合だとハイコンプピストンもあるんで、もう上昇が半端ないですね。ハイコンプつけたらもうオイルクーラーは必須ですね。やっぱりこうやってモニターできると全然違いますね。電子制御バイクのですね、熱だれっていうのはどうなって起きるかっていうのなんですけども、このハンターとかモンキーとかの場合はシリンダーのところに温度センサーあるんですけども、それが130何度とかいくと多分燃料をちょっと濃くしだしたり、あとは点火時期をですね、近くって言ってですね、遅くするんですね。そうすることによってはノッキングをまず出ないようにします。で、それなる近くするとどうなるのかっていうと、フィーリングがめちゃくちゃ悪くなります。そしてですね、トルク感とかも薄くなってきますね。なので、できればですね、オイルクーラーとかそういった対策すると、その温度がですね、上がらないためにパワーを維持できるというような感覚ですね。今ですね、24度、スマホの温度表示では24度です。ちょうどいいくらいかな。これが30度とかなってきたらもう厳しいだろうな。ちょうどいい感じですね。油温は83度維持してますんで、今ここから上りでちょっとアクセル開け目に行きます。ちなみにですね、超抜群エンジンキットもつけてるんで、なんか上ります。結構登る。パワーバンドみたいなですね、グーンってくる感じのところがちょっと出ましたね、前より。モンキーの場合ですね、ちょっとパワー上げてたのもあってあんま感じなかったんですね。むしろ下トルクが増えた感じがしました、モンキーの時は。あ、いいですね。上りで結構違いわかる。今ので油温が2度ぐらい上がりました。85度。あと下りでちょっと下がるのかな。で、超抜群エンジンキットなんですけども、本付けでですね、最初からパワー出るわけじゃなくて、ECU の学習がちょっと必要らしいんですよ。なので、どっか行ってエンジン止めてっていうのを繰り返すと書き込みどんどんされていくらしいので、長距離でですね、朝エンジンかけてずっと走るよりもあちこち行って止まった方が学習早いようです。かわいいバイクだな。シャリーかな、なんだろう。熱対策なんですけども、
ピーキーパッツさんからも実はヒートシンク提供いただいてまして、それもですね検証していきたいと思います。今85度なんで、24度で85度まで上がってますね。モンキーだとですねハイコンプつけてるんで、もう温度上昇が半端ないんですよね。ただあっちはオイルクーラーつけてますんで、上がってもまあ93度とか5度ぐらいまで上がったかな、渋滞とか余れば。ただだいぶですねモンキーの方はクーリングが効いてます。安定してるんですね。サーモスタットが70度から徐々に開くらしくて、そこから温度が下がるようになってますね。あ、そうだ、さっき油温が上がらないようにすれば純正でも本来のパワーが出るようになるっていうような話なんですけども、純正でもですねオイルクーラーとか全然ありだと思います。というのも先ほども言った通り熱だれですね、温度がシリンダーこの温度センサーが上がって温度が上がってくると、 ECU のコントロールが燃料増量したりですね、燃料増量するとパワークーネンシティとかだいぶ外れてくるんですね。そうするとトルク感とか薄くなってくるんですよ。でさらにですね上がっていくと、おそらく地殻って言って点火時期が遅くなるっていう話したと思うんですが、そうなるとさらにですねフィーリングが悪くなります。なのでですねオイルクーラーとか熱対策することによって純正本来のパワーを出せるっていう、そういう認識でつけてもいいかもしれませんね。気温が88度、だいぶ上がってきたな。やっぱ空冷バイクは厳しいですね。これで40度とかの埼玉とかでしたっけ、40度とかああいうとこ走ったらもう終わりだな、エンジン100度いくでしょうね。あ、そうだ、先日ですね仕事帰りにスマートフォンの速度計測する GPS アプリあるんですけども、それを使ってですね60キロ固定でしばらくまっすぐ走ってみたんですけど、だいたいメーター読みで60キロの時に GPS 測位だと55キロ出てました。モンキーの時はですねもうちょっと差があった気がするんですよね。52、3だったような気もするんですけど、ただ今タイヤ GP22 でちょっと一回り小さいのにしてるので、そのせいかもしれないですね。なのでハッピーメーターぶりはモンキーよりはだいぶいいですね。やっているよね。ちょっと飛ばし気味で帰ります、雨から逃れるために。俺はジーパン洗わなきゃダメだな。お、なんかいい感じになってきたんじゃないか。やっぱ走んねえな、モンキーより。
の振動に関してなんですが、やっぱ全然違くなりますね。わずかにあったはずなのがだいぶ減ってる。これ長距離かける人だいぶ楽だと思いますよ。高回転の伸びが後出ますね。伸びが出るのでパワーバンドがちょっと伸びる感じします。わずかながらこう引っ張る感じがハンターでもしますね。車体を引き上げれるんですけど、足回りの貧弱さが目立つようになりますね。コーナリング中の道路のたわみとかギャップがあるとですね、グワングワンしちゃいますね。こうグワングワングワンって上下に揺れて、ステアリングが一瞬グラッと取られるところもあるし、